カップイコールダイユは、フランス、プロバンスアルプコートダジュール地域圏、アルプマリティーム圏のコミューン。モナコの西側国境と接している。コミューンの名は、アイユ岬から取られている。カップイコールダイユのビーチは、その自然と海岸の狭い道で有名で、典型的な地中海性の植物で囲まれている。モナコ周辺の急峻な地形特性を持つ。モナコの象徴たる山手とドシアンから、 マラノビーチの荒々しい入り江までの急斜面を垂直に、下り、コミューンを下に望む。街には RD6098 と北を走る RD6007 の2本の道路がある。海に面して海岸通路があり、マラノビーチやマラルケのビーチに達する3600メートルの道として、かつて作られた。カップイコール大ユには、ベルエポック時代の豪奢な別荘が立ち並び、 20世紀初頭には多くのセレブリティが集まっていた。カップイ・コールダイユはかつてラトゥルビー・シュルメールの一部であった。1904年にボーソレイユが分離し、1908年にはカップイ・コールダイユが分離してコミューンとなった。第二次世界大戦中、カップイ・コールダイユが連合国側によって解放されたのは1944年9月3日であった。ありがとうございます。